こんにちは、スーパービートクラブでございます。今日はですね、成人式についてね、私がねちょっとね、思うことっていうのをねお話ししてみたいと思います。このね今ね動画を収録してますのが、見えるかな、ちょっとピントが合わないかな、2021年か1月の11日ですね。今日はね成人の日でございます。まあ今年はね新型コロナウイルス緊急事態宣言がね、出てる中で、まあ成人式自体がね中止になってるっていうね会、ところもねあるみたいなんですが、今ねちょうど出してるニュースでいくとね、横浜市はですね分散でね、開催されたということでございますね。はい。で私のね住むね、岡山県の倉敷市、はですね、今日ね、昨日だったかな、本来はね成人式が行われる予定だったんですが、まあこのねコロナの状況もあって、3月にね延期になるそうですね。お隣の岡山市は確か中止だったかなとかっていうところでね、まあ中止とか延期っていうところがね多いみたいなんですけど、とはいえね、やはりねこうどうでしょう、中止延期にはなったんだけど、まあね晴れ姿っていうのをね、おじいちゃんおばあちゃんとかねお父さんお母さんに見せたいというところでですね、まあ着飾ってね今日ね、まあ外に、ね、出られてる方もねいらっしゃったみたいで、私もねちょうどねジョギングしてる時にですね、まあ晴れ着姿のね若いお嬢さんをね、お嬢さんって言えばいいのかな、まあ新成人の方をですね、2人ほどね見かけました。でね、このね成人式について私ねちょっと思うことがあったんでね、今日はね少しね語らせてみていただきたいのもと思います。私ね今ね、45歳でございます。なのでね成人式はね25年前だったんですけど、私もね成人式、非常にね鮮明に覚えております。私の成人式ね、どういう成人式だったかと言いますと、まあ、正直ねですねちょっとね悲しい出来事がね成人式ありました。というのがですね、私ねまあもともとあの、出身は高知県でして、で大学進学とともにですね実家の高知をね離れました。でまあ成人式の時はですね、まあ地元高知でね成人式をね、受けるということで、まああの大学まあ、実家の方にね帰ってきたんですけど、まあその時にね、成人式にね会場に向かう時にね親のね、車でね送ってもらってたんですけど、ちょっとね、会場に行く前にねあの寄るところあるというふうに言われて寄ったのがですね病院でございました。で実はですね、その病院なんですけど、まあうちのね親父方のね、おばあちゃんの方がですね昨年末の方から、その前のね年末からね入院してたんですけど、そう後で私も聞いたんですけど、まあ末期の癌でね入院してたということで、年末にねお見舞いに行った時はね非常に元気だったんですけど、さあねそのまあ半月も経たない成人式の日にね病院にねお見舞いに、まあお見舞いというか成人式に行く前にねちょっと寄った時にはもうね立てないぐらい、まあ車椅子に乗ってね本当ねもうなんかこうね、ちょっとかなり厳しそうな、ね、感じだったんですよね。なのでもう本当ね、まあちょっとね小太りなおばあちゃんだったんですけど、本当にガリガリに痩せてですね、もう非常にねまあ変わり果てた姿にねショッキングを受けた次第でございました。まあそんなね、こと、まあ全くね知らなかったんでね、もうちょっとねそんなことであればね、まあ成人らしいね格好をね、してたんだなっていうのはね、あとね非常にね後悔するね成人式だったんですけど、まあそんなね成人式だったんですよね。そしてね、そのね2週間後だったかな、おばあちゃん亡くなってですね、なんか非常にね私の中ではね悲しい成人式でした。まあただねこうね成人式っていうのはあの若者がねこう新成人になるっていうね、式だけではなくてですね、やはりねまあさっきのね私のようにですね、まあ、両親であったりとか、おじいちゃん、おばあちゃん、今までね、成人になるまでね、育ててくれたですね、いろんなね、その、まあ、恩師ではないんですけど、まあ、そういった方々にもね、対してね、ここまで大きくなりましたよって、ね、自分自身を見せるっていうね、まあ、一つのね、舞台っていうね、側面もあろうかと思うんでね、まあ、そういったね、成人の式っていうのがね、なくなること自体がね、非常にね、残念だな、というふうにね、思っております。ねえ、まあね、こればっかりはね、ちょっとコロナの関係もあってね、仕方ないところもあろうかと思うんですが、まあぜひですね、まあ中止という判断はね、非常にね、私もね、ちょっと残念かなと思うんですけど、まあぜひね、延期にね、なるようなね、ところに関しては、まあね、なんとかね、開催してもらいたいなってところありますね。まあこの辺はね、ちょっとコロナの感染拡大ということもありますんで、まあ一概にね、なかなか必ずね、開催すべきだというふうにも思わないですし、またね、まあ一部のね、若者がね暴れたりするとかっていうのもあって、まあその辺はその辺でね、まあまあ若者側にもねそう突っ込まれるとね何も言えないところもあるかと思うんですが、まあ成人式っていうのは
こうね、会場に集まって、こうね、指揮を受けるっていうだけではなくて、まあ先ほど言いましたように、まあ今まで育ってくれたね、いろんな方々にね、まあ自分自身のね、立派な姿を見てもらうというのが一つのね、この成人式のね、まあ、イベントのね、まあ一つだと思いますんでね、ぜひ、まあ成人式、ちょっと開催されないというのはね、非常に残念だなというふうにね、思ったんでね、今日はね、ちょっと一人語りさせていただきました。はい。まあちょっとね、今日はね、暗い内容だったんですが、まあこんなね、成人式をね、見てね、思ったところありましたんで、一言ね、一人語りしてみました。うん。ということで、まあね、たまにはね、ちょっとこういうね、内容もね、お話ししてみたいなと思ったんでね、撮ってみました。はい。まあね、また明日からね、ちょっとね、楽しいね、内容なんかもね、配信していきたいと思いますんで、またね、ぜひね、明日も引き続きご視聴いただければと思います。はい。じゃあ今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。